やばいね、これ。これ見とってな。うわ、やば。これやばいな。笑けますね、これ。軽いね。すごいね。でかいな。ロマンありますね。やばいな。やばいですね。やばすぎるな。やばすぎますね。これはやばい。頭ね。ほんまぜひ釣り上げた瞬間とかも見たいですもんね。なあ。あれが40キロぐらいになるってことだね。そうですね。うわ、うわ今回もやっぱりや。やばいな、めっちゃ乗ってる。うわすごい。そこが硬いんですよね。うん。この前より綺麗やね、まさきがね、うん、いや、断面がだんだん思わなくて、だんだん見せる技に変わってきた、なんかさすがごっつい出し昆布があるけどそうなんですね。うわすごい、しゃ、結構かな、やっぱみなんか若い感じがする、うん、まだね、ちょっとでかいな、こっちもやね、はい、この筋を切らなあかんね。綺麗な赤身やな。すごいですね。でもやっぱチビの赤身あれやねんけ。やっぱ大きいやつの赤身の方が美味しいことよ。へえ、うん。僕には分からんけど、なんかもうお手のもんやね。お手のもん。もうなんかブリでもさばいとるような感じになってきたよ。そもそもいるね、日本刀みたいなやつもう解禁やね。高すぎるもん、はい、これ気ぃつけながらズボッと入ってくるかも。あ、いいですね、ちょっと包丁が見えるぐらいなんでだいぶいいとこ行ってますね。だいぶうまなってきたんじゃん。短期間でやっぱ数こなすとね、覚えるやろうね。あ、そう、一匹ね、一匹さばいても絶対うまいな。そうそう、ちっちゃいやつをいっぱいさばいた方がいいっていうもんね。緊張マグロでこれ練習したもん。この部分いいよ、この部分綺麗な、もう照明の光反射してもキラキラなんだけど。いい感じ。いい感じですね。うん。やっぱ水。すごいね。やっぱよく切れるね。これまで一回も取れない。もうでも取らなあかんわ。うん。取るのは難しいもんね。そうなんですよ。うん、そう言われんね、大工にね。研ぎの練習しに来るとか言って。うわ。ええ感じ。とりあえずこっち置いとこうね、一回。はい、で、
星タイムね、また星星タイム流行らそうっていうぐらい釣れへんから気持ちいいな。ちょっと少なくなってますよね、中落ち、うん、そうですね、前の時なんかもう山盛りになりましたもん、ね、そうやろ、俺も動画しか見てないからね。もう次は一等でいけるんだ、ジャーッとトロみたいな。ねえ、あれの方が断面が綺麗ですよね。あ、ロスが少なくなるんやろね、きっと。綺麗な赤身。年間何本さばくやろね、マグロね。楽しみ。結構、うまいね。今ピッチ早いですね。今ラッシュやね、ちょっと。ひょっとしたら来週ピンポンってなるかもしれないからね。クロマグロは30キロ以下を持って帰ってきたらあかんことになってます、絶対に逃がさなあかんようになってますんで、30キロ以上のマグロじゃないと動画に載せません。今回は30キロ超えてたんでいただくことができました。いつかはね、みんなで釣りに行けることを見つけたら行けたらいいかなと思います。それとね、言うの遅かったんですけど、おさむくんがもらってきてくれたこのまな板、ヒノキなんですけどね、これ姫路の松崎さんという方がくれたみたいで、おさむくんの知り合いです。ありがとうございました。これなかったらちょっと今回きつかったかもしれませんね。歯が当たったら傷つくし、すごい助かりました。これなんですけど、ブロックにとりあえずして柵にしていきたいと思います。やばいね、これ見とってな。うわ、やば、これやばいな笑けますね、これ肉ちゃん綺麗。うわ、やっぱ下立ちで行った方が綺麗な。綺麗ですね、めっちゃすごいな。ちょっとそんな言葉出ないですねこれはお前、これ1番ブロック、2番ブロック、3番ブロックね。迫力ありすぎてるんだから。開けてこない。一時停止とかで。いや、これね、氷もらっていいやろ。いやいや、取ってくださいよ。開けて一番右に。手慣れてますね。ええ感じだ。ああ、綺麗な。これうまそうやな。はい、注目です。目玉。はい。頬肉。はい。頭肉外してくれ。はい。目からいこうか。あ、そうですね。これが頬肉。ほら。ボールだと。あ、うん。二つ目。言ったけど頬肉。はい。目玉と頬肉と。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。エス。これも頬肉。すいません。ちょっと待ってな。もうさばき終わんの、これで終わりや。うん、はい。これ煮付けも買ったで。楽しみですね、これ。俺らもちゃうけど。おい、危ない。見て。はい、じゃあ血合いを取って腹骨を引いて赤身から取っていきます。じゃあ血合いいきます。血合いは切るっていう感覚じゃなくて、ギリギリで押したらこう剥がれていくんで、こうやってこういう感じ、こう。まあもったいないけど、大きく取ったらフライでも使えるから。はい、じゃあ紙から外します。
包丁が入ってるからね。あ、先に汚いんですよ。これもちょっと大きいから。これが一番美味しい天味。見たことあるやつやね、よく。中トロから引いていきます。なるべく人たちで、こうってしていい、うん、これこの先っちょはちょっとみんなで食べようかな、はい、多分これでも結構。じゃネギトロもあるんですけど最後、まあ今日じゃなくてもいいけど、うんうん、そんな一品に全部ね。これが一番砂釣り。これとこれちょっと一個ずつ、これヤス君と。これはやばいで、大トロ。うわ見て、すごいな、ね、これやばいやろ。すごい、マグロ様様やな、ね、すごい、すごい、うわ違うな。これはもうちょっとその分けるほどないからさ、中トロとかは。ちょっと感想を聞かせてほしい。昨日もらったマグロ、ちょっと試食してもらおうかな。いただきます。おーい、大トロ。大トロね、うまっやな。うん、お、おいしい。お店のやつっすわ。お店のやつ。うわー、おー、ピンと合うた。バズムっすわ。どうぞ食べてください。え、これもう肉やないのこれ。すごい。うん、どうですか。溶ける、溶ける。美味しいですか。美味しい、最高。これほな解体していってね、みんなで配りたいと思います。うわやば、赤いかまとろ。赤いね、めっちゃ綺麗。抜群やね、かまとろね。試食シーン、はい、どうですか。うん、感想を言ってほしい。お店のやつ。いや、それはあかんやろ。梅玉、うんうん、目玉 と、これでもうあと強火で煮て終わりやから。すげえすげえ。完成。1個食べましょうか、頭ね。完成、試食。いただきます。はい、すごい、うまい、どう、うまい、うまい、うん、よかった。うわ、お前コラーゲン、これとも行くな。それコラーゲン。うわうわ、すげえ。いただきます。はい、うまそう。キョイチ、おぉ、うまい。なくなった。それ美味しいらしいな。あ、これやばいですね。え、はい、どうぞ。いただきます。はい、食えるんかい。食べる、食べる、うん、いけてる。どう、あんま、え、うわー、いいね。あ、いい子、抜群やね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。31キロのマグロをいただきまして、今さばいてもらったやつをいただきました。まあ美味しかったですね。美味しかったですね。まあうまかった。脂トロトロで、なか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 、うん、なかなか食われへんね。いいです。いや、まあうまかったですわ。本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。高評価の方よろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。